チャオ、ゆりこたいがです。みなさんこんにちは。はい、では今日は何にしますか。はい、今日は東京で買える有名な駅弁を3つ食べていただきたいです。だからお昼食べないでくださいって言ってたんですね。なるほどです。よく、まあ、僕あのね、お仕事で地方とかも一緒に行ったりしますけれど、大変ですよ。まあ、お弁当食べますよね、新幹線。あ、食べます。やっぱり私は必ず食べちゃいますね。あので、特にその何駅のおすすめ弁当、地方のおすすめ弁当、はい、そう、だから港町に行ったら、じゃあ必ずお魚のお弁当買ったりとか、あのそこの場所は例えば肉の夢だったら必ず肉のお弁当買ったりとかはします。今回は東京っていうことで、東京駅から地方に行く時とか、まあ東京駅に遊びに来た方々が食べる東京、まあ東京って言っても関東のものなんですけれど、お弁当っていうのをちょっと選んでみたんですけど、ええ、まあ、東京駅って今正直全国のお弁当が食べれるようになってるんですけど、とにかく昔からすごく人気な関東圏、特に東京駅周辺でいう、まあ、人気なものを今日集めてみました。おー、ありがとうございます。やったー。食べたことあるやつありますか？ないです。ないです。ない、確かにないですね。特に東京だとあんまり買わないですね、東京弁は。なんか東京弁だと、あ、東京弁だから。確かにそういう、逆に東京弁当のあの人気があるのは知らなかったです。では早速食べていきましょう。よし、いただきます。はい、こちらです。バチャン。全然読めない漢字が難しい、シウマイ。そう、シウマイ弁当。シウマイ、あ、これ弁当の漢字？はい、お弁当。ちょっと、もうちなみにこれは横浜です。あ、そうなんですか、はい、おー、だからドラゴンとか。あ、確かにこれ横浜ですね。こちらのお弁当が、はい、昭和の29年だから、今からほぼ70年前から発売されている弁当。嘘、すごい、昭和の弁当食べるのはすごい楽しみ。せーの、ピョン。あれせーの、おー、めちゃめちゃかわいい。横浜なので中華が人気ですよね。中華、そうですね、そうですね。でシューマイっていうことで人気なんですけど、非常にファンが多いお弁当です。結構いろんな具が入ってるので、そうなんだ、どれから食べるかとかもこだわりがあったりして、こだわ、うん、結構面白かったりするんですよ、何から食べるのかね。どこからがいいかな、これ。これが、この肉が特に気になります。こんな感じです。では、いただきます。柔らかい！嘘！駅弁の肉こんなに柔らかい？できるようになるの？わ、すごい！それお肉じゃなくて、え、嘘、ツナです。ほんと？だから柔らかいなんだ。すごい、でも肉の、あ、確かに確かに確かに、今言われたら、あ、確かにツナだねと思ってたんだけど、美味しくて肉だと思ってたんですよ。そう、ちょっとご飯も、うん、ご飯も美味しい。次、これ。これなんて言うんだっけ？が、シューマイです。シューマイ。シューマイ。いただきたいです。こんな感じです。いただきます。美味しい。うん。なんかすごいフレッシュな感じがしないんですか？そう、このシューマイがすごく、まあ、人気なんですけど、まあ、冷めてるじゃないですか。そう、冷めてる、全然冷めてるのに、これ美味しい秘密があるそうなんですけれど、ええ、ホタテですね。なるほどですね。スカロッピーネはイタリアにもよく食べられます。だからか、
そう、マスタードとソイソースがついてるので、うん、お好みでシューマイにかけてみて。そっか、私はかけないで食べるのが好きですけどね。あ、そうなんですか、はい、やっぱりそれも好みですよね、うん、人によって、人によって。ジャパニーズマスタードなんでちょっと辛いので少しでいいと思います。じゃあちょっと日本のマスタードで食べてみます。辛が、うん、辛っ、おー、めちゃめちゃ辛い。ちょっと待って、ちょっと辛いじゃなくて結構辛い。あー、え、中華よりも辛くない、これ。言ったじゃないですか、辛いですって。こんなにいいと思わなかった。まあまあまあ、でも美味しい、一緒に美味しいです。ちょっと醤油も、うん、醤油と合うよね、やっぱり私からだと。うん、あとはフライドチキンですね、うんうん、卵焼き、はい、かまぼこ、うん、でジンジャーと、まあ、昆布、はい、昆布で、これがタケノコの煮たものなんですけど、結構そのタケノコがね人気なんです。うーん、あ、ガリガリするんですね、美味しい。確かにめっちゃ、私はあんまり食べないんだけど、これは結構噛むのは気持ちいい。私実は一番そのタケノコが好きですね。まさなんですか。はい、おお、やっぱり。で、隠れてると思うんですけど、アプリコットがあるはずなんですけど。さっきは食べちゃった。あ、食べました。さっきはなんか何これと思って、キュンと思って、あれや。ってことだって、でも何も言わずに食べちゃう。でもなんでアプリコットが入ってるの。デザート、食べちゃった。あ、でも最初に食べる人もいますし、あ、本当、途中で食べる人もいますけど、まあ、これ1個でデザートまで入ってる。そっか、私は肉と食べちゃったの。シンプル。どうでした、食べた感想。もっと食べたいです。後で食べましょう、ちょっと他の弁当をね、食べなきゃいけないから。でも真面目で美味しかった。こんな中華のフレッシュが食べるなんて駅弁と思わないぐらいですよね。これどうですか、外国人の人たち。あ、受ける、なんか絶対好きになると思います。特にこのシューマイ、全然違う。シューマイは結構外国人が好きと思いますよ。このお弁当シューマイっていうのがあんまり日持ちしなくて、今日中に食べなきゃいけないんですよ。あー、ですよね。で、なので、あの、東京から地方に行く飛行機とかもそうなんですけど、お土産としてもすごく人気があるシューマイです。なるほどです、面白かったです、美味しかった。